1997年のヒップで使用された木製の洗濯バサミ。洗濯バサミ DHCP による IP アドレス管理はエイプリルフールに RFC で発表されたジョークの一つ。IP アドレスを管理するシステムに木製の洗濯バサミを用いるというものである。この規格は1998年のエイプリルフールに RFC2322 として発表された。RFC 文書に記された遠隔によれば、この企画は1997年にオランダで開催されたハッキングの大規模イベント、ハッキング・イン・プログレスでの経験から発送されたものである。このイベントは、世界中から1000人の参加者が集まって3日間の日程で行われた。多数の参加者が持ち込む多様なコンピュータを、 イベント用の欄に接続する際の TCP、IP の割り当て管理に議論の結果ペグが用いられることとなった。サーバーはクライアントに対してこのペグとサイト全体についての修正情報を記載した紙を発行する。この規格を用いることにあるメリットは以下のようなものである。RFC2322 には選択バサミに記述しておく。 IP アドレスの記法が記されている。それを以下に示す。ネットワーク、イコールイコールナム、ナム、ナム、ナム。ネットマスク、イコールイコールナム、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 プロキシ、イコールイコールナム、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 ポート、ナム、ナム、ポート、ナム、ポート。ペーパー、 イコールイコールネットワークネットマスクゲートウェイプロキシネットワークネットマスクゲートウェイナムイコールイコール0255ポートイコールイコール165535このため紙に書かれる IP は次のようなものになる0.00.01.11.12.22.23.33.31ありがとうございます